はい、ポーチ編集部の飯島です。と私の使っているポーチはサンリオが好きなので、サンリオのキャラクターのポチャコのポーチを使ってます。持ち歩いているものは基本軽いお直しができるものを持ち歩いてます。これはジパンシーのランタンポレルブロッサムクリームコンパクトで、これは限定パッケージなんですけれども、なんか保湿力がすごいあるので乾燥してきたなって時とかに使ってます。なんかクリーム色とピンク色が入っているので、あの程よくトーンアップもするの で香りもいいのですごいお気に入りです。あとは、新しく出るイヴ・サンローランのルージュボリュプテキャンディーグレーズの2番なんですけれども、これはカチカチ回してリップが出てくるんですけど、この2番だけがクランパー効果があるので、マスクの下とかでも気にならないし快適なつけ心地です。色はほとんど出ないです。もう、はい、すごいとろっとしてるのでちょっと体温で溶けるのもツヤとして可愛いなと思います。でこれがキャンメイクのオイルブロックミネラルパウダーなんですけれども、なんか最近前髪を作ったので、おでことかがベタベタしてきた時にこれを髪とかおでこに軽くつけるとサラッとして、あとまあ全体的にも薄くつければマスクにファンデーションがつかないので今すごい役立ってます。もうほとんど真っ白なパウダーです。で本当に塗った後はすっごいサラサラになるので、ちょっとつけすぎは注意なんですけれども、かなりサラッとするので、あのマスクにファンデーションがついてしまう方はこれおすすめです。次はデスクコスメを紹介します。今お気に入りなのがこちら、アイハーブで買えるビタミン C とマルチビタミンの、グミサプリになります。これはかなりオレンジの香りが良くて、もう本当にオレンジを食べているような感じです。で1日3粒までしか食べていけないんですけれども、なんか美味しすぎていっぱい食べてしまいます。これは、マルチビタミンになっていて女性専用です。これは食感がこのオレンジのグミとはまた違くて、周りがちょっと砂糖でコーティングされていてサクサクしています。こっちはもっちりでこっちはちょっとサクッとしてます。なので気分に合わせて食べています。あと香りもので、これは気分を変えたいなっていう時に空間にミストしてリフレッシュさせてます。グリーンレイという香りで、なんか森の中にいるような気分になれるのでおすすめです。これは白のハーバルマスクスプレーで、ちょっとマスクがこもってきたなとか、ちょっとマスク替えがないけどリフレッシュしたいなっていう時にこれを吹きかけてます。これはあのデスクにも置くんですが、お気に入りで持ち歩いている、キトワというブランドの香水で、クスノキの香りです。これをつけているとすごいいい香りがすると言われるので、これが一番お気に入りです。これがビープレンという韓国のスキンケアブランドのトナーパッドで、長くデスクでメイクしていて化粧を取りたいなと思った時にこれを使って撮ってます。こんな感じで1枚ずつパッドが入っていて、手がボコボコした面で平らな面になっているので、ちょっとこれで物理的に角質をオフしたりして、でこれを貼ったりすれば保湿にもなります。でこれがグーダルというブラン韓国のスキンケアブランドの顔のミスト。でこれは、鎮静効果があるので、このパッドで拭き取った後にこれで保湿すると肌が沈まる感じがしてとてもおすすめです。で最後にオーバームというリップ、ハンド、ヘア全てに使えるバームになってます。
髪の毛が乾燥した時とか、あとネイルとかネイルオイルみたいな使い方もできるので、小さいので、まあ、持ち歩きにも便利なんですけれども、香りもとっても精油の香りでいいので、リフレッシュかつ保湿もできるのでおすすめです。私のデスクコスメのテーマはリセットとリフレッシュでした。ボーチエディターの渡辺恵美子です。よろしくお願いします。ポーチ紹介します。メロンソーダの巾着袋です。 ZOZO で買いました。ポーチの中身はメイクものが多いんですけど、スキンケアだと高みのリップとイプサの美容エキスティックと、あとヘア&ハンドの3個になります。もう高みのリップはこれを使うとちょっと他のリップが使えないほどドハマりしてます。2本目か3本目です。で、イプサの美容液スティックも皆さんご存知の美容スティック、マスクしてるっていうのもあるんですけど、私鼻の上がすっごいカサカサしちゃって、いつも皮むけしてるので、こまめにこう鼻の下メインで塗ってます。あとほっぺのここら辺とかにも時々塗ってます。で、あとはオーセンティックビューティーコンセプトのハンド&ヘアライトセラム、これは髪にも手にも使えるんですけど、テクスチャーが結構柔らかくてすごい伸びがいい美容液みたいなテクスチャーで、つけた後もベタつかないので、この後普通にパソコン触れたりとかで、とにかくこれ香りが多分嫌いな人いないんじゃないかっていう香りです。なんでちょっと疲れた時とか、あと皮脂出てんなみたいな時のにつけるとリフレッシュします。これがスキンケア系です。で、あとメイクは基本的にはさっと簡単にお直しができるアイテムが多いです。結構めんどくさがりなので、もう一塗りすれば完了するぐらいの。ベースメイクのお直しはデコルテのパウダーファンデーション使ってます。もうこれはほんとサッと塗るだけで粉感なく生っぽいツヤを残した肌になれるので、ささっといつも適当って言ったらあれなんですけど、サッと塗ってます。で、これはひがりさんのフーミーですね。結構ここら辺にシェーディング入れてもマスクしてるとやっぱすぐ落ちちゃうことが多いので、これも太いブラシと細いブラシがあって、このシェーディングもささっと入れられるので愛用してます。あとは今期の RMK がもうとにかく可愛くて、マルチスティックとあとデュオシャドウ、もうとにかくもう可愛いしかないです。で、これも本当にさっと塗るだけで高発色コーラメ盛れる、最高です。で、こっちの赤みはちょっと透け感もあるので、あったかいムードとかをちょっと大人っぽくも仕上がるし、重ねるだけで決まります。今日も使ってます。もうほとんど目元は最近はこの子ばっかりです。で、あとこちらもドハマりしているのがカラースティック、これはアイシャドウにもチークにもハイライトにも使えるマルチなスティックになってます。これも質感がすごくてぼかしやすくてピタッと密着するんだけど、サラサラなのにツヤっぽい仕上がりになるので、もう本当にパッパッパトントントンでチークが完了します。で、これ1本入れとけばアイシャドウにも使えるし、本当に大活躍してます。これとこれを重ねてもすごい可愛いです。 RMK ぜひ皆さんも注目を。あとリップですが、みんな大好きロム&、やっぱりマスクにつかないし、マスクしてるけどやっぱツヤリップも楽しみたいっていう時にこのジューシーティントはすごい大活躍してくれてます。色落ちもしないです。とペスコスでも1位を受賞したナーズのエアーマットリップ、これも今私はこっちをつけてるんですけど、すっごいマットとは思えないほど軽い仕上がりで、ほんと一発でおしゃれに決まります。あと欠かさず持ち歩いてるのがこのツゲ櫛です。
これを使い始めてから髪の毛が伸びた気がします。やっぱり普段普通に過ごしててもやっぱホコリとか、まあ、皮脂の汚れとかもそうなんですけど、ちょっと汚い話、やっぱこの毛先に汚れってすごい絡まってたりするので、それを溶かしてあげることで、まあ、絡まりにくくもなるし、あとツゲ串ってあの椿油を含んでる串なので、こういうアホ毛にもちょっと溶かしてあげるだけで全然ツヤが、溶かすだけで復活します。で、私は髪が長くてもともとテンパーで縮毛矯正もかけててすごいダメージ毛なので、もうこまめに溶かすようにして、なるべく切れ毛とかそういうものが起きないように綺麗に髪を伸ばしたいなと思って日々一緒に頑張ってます。でも小さくて持ち運びもしやすいし、そのお手入れすることで本当多分半永久的に使えるのですごくおすすめです。デスクコスメを紹介します。まずは香り物でアスレティアのスイッチングアロマルームミスト。疲れた時はこれすごい、あの安らぐ穏やかなの樹木の香りがもうパッとすんごいすっきりとか、なんか本当にリフレッシュできる香りで、お家にも置いときたいんですけど、会社で行き詰まることも多いので会社に置くことにしました。あとデスクコスメ、私ほとんど部屋なんですけど、スナイデルのヘアミストとルベルのオイルで、あとはラーレのクリームになります。ミスト、オイル、クリームを使い分けてます。でこのクリームは、まあ、さっきのもそうなんですけど、ハンドケアにも使えるクリームで、さっきのとは違ってこっちはちょっと固めのクリームになってます。なんで結構もう乾燥がひどい時とか、もうまとまらなくてどうしようもない時は結構この子を使うことが多いです。あとはまあその時の、まあ、髪型だったりとか、こういう巻き髪の時はツヤがあった方がまとまって可愛いと思うのでオイルを使ったりとか、あとちょっとリフレッシュしたいなっていう時はこのヘアミスト、スナイデルの、これもオイル配合されているのでヘアケアしながら、まあ、リラックスもできるっていうものですね。このミニサイズが可愛いのでプレゼントとかにも喜ばれると思います。普段はもう結構ヘアケアに力を入れてるので、ポーチの中には櫛と、あとハンドとヘアのクリーム、デスクコスメは3種類のヘアケアコスメを置いてます。以上、渡辺のポーチの中身とデスクコスメでした。ありがとうございます。